お疲れ様でした。お疲れ様です。今のホールでダブルボギーは何が原因だと思いますか。うん、まあ、1打目の時もちょっと選択がちょっと間違えました。まあでもドライバーで行ったから多分まあ手前よりはまあ飛ばした方がいいと思うけども、やっぱ広く使えるからね、ティーショットのマネジメントとしては。そうですね、ただちょっと飛びすぎて前上がりになったけど、あのセカンドショット、あれはグリーンまで届かそうと思って打ってる。あ、そうですね、ちょっと下あれ何番から何番に持ち替えたんですか。6番から7番まで。小さいクラブで。そうそうそう、小さいクラブということは手前でもいいという。そうです。でもちょっとなんかダフチャラが、あそこのスイングだけ見てると、このホールで、今まで3ホール、まあショートホールはちょっと見れなかったんだけど、1番2番と見て、スイング的にはいいスイングしてるのに、あれだけの前上がりで同じ平らなところと同じスイングしたらやっぱりダフると思う。あ、そうですね、やっぱり前上がり、あれだけの前上がりをもう本当に直線的に立ってるようなアドレスをしないといけない前上がりじゃないですか。で、あれで飛ばすためにはやっぱりね、バックスイングを多く取らないといけない、うん、でもスタンスはまっすぐ向きすぎ、はい、あれでは体が柔らかくてもやっぱり力はこっちに伝わらないと思う、うん、で前上がりでもうちょっと飛ばしたいんだったらクローズに構えてみるか、うん、クローズに構えて、要はいつもこういうトップの位置だとするとここじゃなくて前上がりがきつくなればこう全部フラットになるんだから、フルスイングもね、はい、それをここにもかかわらず同じ高さに持ってくる、手の位置を、はい、今のスイングだけでいうと、ああいうライン、まあたまたまなのかもわからないけども、高い位置に持ってくる。そうです、ね、前上がりを高い位置に持ってきたらああいうショットになりやすい、はい、それかもこっちしか行かないし、うん、はい、まあ、それをやっぱり自分でイメージする軽いドローボールとか距離を出したいんだったら、もうちょっと自分でいろいろなその平らなところから練習するのも一つだけども、コース行った時にあえてああいうところ、まあ逆につま先下がりでもそう、はい、どうやったらバックスイングがいっぱい取れるかってアドレスを気にするのと、どうやったら力が伝わるかっていうのを、そういうところの練習をした方がいいんじゃないかな、はい、あの全部18ホール、まあ、トーナメントに出て3日間4日間っていう試合を戦うにあたって全部平らなとこから打てるっていうことはないと思うね。そうですね、だから変なところに行った時にどういうマネジメントをするっていう前に、どういうスイングをしてどこに持っていくかっていう、ただライだけ計算しながらもう、まあ、できれば前に行けばいいやっていうぐらいな考えでしかない。あそこからだったらドライバーあそこまで飛ばす子だったら距離的に多分しっかり打てればグリーン近くにセカンド持ってこれると思う。そういうスイングができればか、ちゃんと自分の考えがあれば、はい、こういうライはこうやってアドレスをすることによって力を伝えることができるんだから、普段じゃあ5番6番で持つところ5番で100% のスイングできないから5番で打てばグリーン近くまで来るとかっていうふうな、だからちょっとそういうあのいつもこう平らなとこからばっかりの練習じゃなくて、いろんなこうシチュエーションを考えて練習してみればいいんじゃないかな。あそこだけちょっとミスしたからちょっとね、あれと思ったの。アドレスがあまりにもこうまっすぐ向きすぎだなと思った。はい、だからあの距離だったらまあ170ぐらい、うーん、160、70ぐらいだよね。まあなんとかこの辺まではあのライでも持ってこれると思うんだよね。そうですね、ちょっとそういうそういう練習も、もうここ行ったらもう横に出しますじゃなくて、やっぱりそういうところからある程度グリーン近くまで持っていけば、可能性としてはバーディーは取れなくてもパーを取る可能性はあるんだから、うん、はい、やっぱり最大限に自分の飛距離を出せるアドレスなり、そういうボールの位置なりスイングなりをもうちょっとやってみたら、平らなところばっかりじゃなくて、はい、やってみたらいいと思いますよ。ぜひ体も大きいし、ね、球も飛ぶし、いいと思うんで。います。悔しいかもわからないけども。そうですね、ちょっと次回はぜひ、はい、リベンジしてみてください。はい、頑張って。頑張ります。はい、お疲れ様でした。